どうも影です今日はですね全力でやる面白さということとについいいてお話ししたいと思いますこうね、あのー、何かこう中途半端に取り組むというよりですねその、えー、まあまあ取り組んだものに対してですねその全力でやるっていうこの面白さっていうのをね、えー、感じることができるとどんどんこうはまっていくというか。 やっていいいくよううににななるかなというふうに思います、えー、今のね僕で言うとまあ一つはその仕事ですよねその仕事のその、まあ、健康面のことですよねその仕事関係で言うと健康面のことでこうハマっていくというかねうんこう形になっているとその。 それは全力まあ全力というかですねまあまあ施術に関しては全力は全力ですねでやるっていうその心地よさみたいなものがこうあるんですよね。うん、で、えー、まあ空手ですね空手を僕やってるんですけどもその空手に関してもですねその最初こう やってこれ最初っていうか僕はずっとまあ二十歳の頃から空手には一応通ってたんですけどもその行ったり辞めたり行ったり辞めたりをしてたんで,で今年の1月からこう本格的にまあ稽古を休まずね一回もサボってないというえ状態で行ってるんですけどもその仕事でね行けない時はしょうがないですけどそれ以外に関してはもう必ず行ってるそれもその何ていうんですかねいやいや行く感覚はまあないですよね。その まあ、もちろん自分で好きでやってるんですけども好きでやりながらもいろんなことあるんでその気持ちのいろいろ上下があるんですけども、えー、空手に関してはこうまっすぐいってるというところでその全力でやる面白さその中で稽古を連続でやるほんで家の中でもまた、えー、稽古を連続で連続であの全力でやるっていうことですねこれがねあのー、面白いと。で あのー、ちょっと全力でやりすぎてその形がしっかりできてないことによってですねちょっと。 あの膝を痛めたりとかですね、えー、右肩の靭帯をちょっと伸ばした状態になったりとか今ちょっとねで右肩の靭帯が伸びてる状態まあ,あの仕事に関してはね施術に関しては全然問題なくできるんですけども空手の突きに関してはですねまだちょっとこう休ませないといけない状態であるというところではあるんですけどもこれも全力でやった結果こう覚えていってで、えー、自分の形というかその突きの、えー、正しい軌道をね つくという、えー、状態ですねそれをこうしないとですねこういう怪我をするっていうことがこう学びとしてあったんでですね自分がこう、えー、家で稽古してる時にはですねその形をね、えー、しっかりこう確認しながらやると、うん、もちろん稽古をしながらそれをやるとで同場稽古はこうある程度全力でやっていってでいろいろ直してもらうというところですね。だからそのまあ、まあ 例えばジョギングジョギングもまあまあその全力でやるというか、その1日の中をこう全力でこう動くというところですね。その爽快感というか、そのやりきった感というのがこうありますよね。それで仕事がもうちょっと充実する仕事というかまあ。 あの集客がもうちょっとできるとですねそ自分の中でこう充実度は増すんですけどもそれはまあコントロールできないんでその待つしかないんでねしょうがないんですけどもその以外のことに関してはこう全体的に一日を見た時に全力を出し切った状態をこう作ってほんでこう夜を迎えて寝るということをするとまあまあいろいろありますけどもえ基本的にはこう寝れると。 ぐっすり寝れる状態でほんで次の日起きてまたこう頑張ってやるということをこうやっていくと、うん、だから中途半端にまあまあこれぐらいでええやろって手抜きながらやることは面白くないというかそもそも手抜く状態っていうのは面白いと思ってやってないっていうことなんでねその仕事でこうサボろうとかいう気持ちになるということはですねそそ、えー、そもそもそれがね えー、自分にとってこう一生かけてねやるやるやれるもんなんかっていうのをもうちょっとこう自分の中で問い直してもいいかもしれないですね。うん、でそのもっと貪欲にこういろいろこうやっていこうって思うものがこう一生かけてやろうとするものなのでそういうものが見つけられないとですねやっぱ全力を出すのは難しいかなと。 いいう,うに思いますね僕はだから空手に関してもですね体の使い方の訓練に関してもですね、えー、その生体施術ですねその今は生体とはまだ呼べないんですけども、えー、そういう形のものっていうのはやっぱりこう一生かけてやっていけるものというものですかね僕の中ではねだからそういうものを見つけられてるとやっぱりその全力でやるその面白さっていうのをこう、えー、感じることができるかなと。 そういうことを感じていることができる方がですねやっぱり面白いと思いますよね。うん、そういうものを見つけてやってると。で、えー、それが見つかってない場合はですねとりあえずねなんかこう自分に興味あるものをやってみるというところであとはそのなんていうんですかね出会いというかその いろんなその例えば情報の出会いでもそうですしなんかそのタイミング的に自分がもっとこう進んでいくようなことがこう起きてくるかなと、うん、でまあまあ続けてみるっていうのも大事ですね。でこうやっていってで全力をこう傾けることができるものをこう探していくというのがいいんじゃないかなと思います。ということでやっぱり全力でやる面白さこれをね、えー、覚えるとかなりちょっと変わってくるんじゃないかなと。 いうふうに思います。ということで、今日は全力でやる面白さということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。